パナマ地境鉄道は、パナマ共和国のパナマ市とコロン市を結ぶ全長48マイルの鉄道。世界最短の大陸横断鉄道である。2014年にパナマメトロ1号線が開通するまでは、同国唯一の鉄道だった。1854年のパナマ鉄道パナマ運河の開業前、大西洋から太平洋に出るには、南アメリカのマゼラン海峡を航路で経由する。 遠回りを強いられたが、この鉄道が1855年に開業したことで、航路の間に鉄道を挟む形で、ショートカットが可能になった。特に、ゴールドラッシュの影響で、アメリカ合衆国先海岸やヨーロッパから、アメリカ西海岸へ向かうものが増えており、それらのものにとっては、ロッキー山脈の駅馬車越えルートと同様、花形とみなされていた。むしろ日数がかかり、道も、 不安定で治安の問題もある、駅和社ルートより、パナマ地境鉄道経由の船舶ルートの方が、費用は高いものの短時間かつ安全に行ける、ルートとされた。パナマ運河が1914年に開通して、さらに、アメリカカナダで大陸横断鉄道がそれぞれ開業したことにより、この鉄道の意義は薄れたが、喫水調整で陸路積み替えを行う船もあることから、その後も存続した。 1979年にアメリカ合衆国からパナマ政府へ管理が移される。2000年には期間を 1524mm から 1435mm へ改め、現在は平日に1日1往復が運行されている。ありがとうございます。